よくは知らないけど、教育委員会とかに教育指導要項とかあるだろ？何歳ならこれくらいの運動能力はなければいけないみたいなさ。圭一さんが何を言ってるのか難しくてさっぱりですわよ。先生の授業の進め方のルールみたいなものなの。はっはっは。都会の軟弱な連中にはそういうのは必要だろうけどさ、田舎育ちのうちらが身体能力で劣ると思う？僕たちは圭一が思ってるよりも運動神経はいいのです。ではそういうことで、俺はテレビの見過ぎで実に素敵に眠い。睡眠時間の補給をさせてもらうぜ。空腹絶頂の4次元目、今寝ずにいつ寝るよ。チッチッチ、まさかおとなしく眠らせてもらえると思ってる？その顔で言われたら、おとなしく寝る方が勇気がいりそうだ。さて、このまま井戸端会議でチャイムを待つなんて、熱き血潮のたぎった私たちには無理だよね。部活タイム、行ってみよっか。チッ、案の定来やがったな。今日のゲームは何だ？レナはそれより今日の罰ゲームは何かなの方が先だと思うな。レナは分かってるね。今日もとびっきりのを用意してるよ。ごめんなさいです。僕はちょっとやりたいことがありますです。あれれ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 、何、どうしたの？今日は調子悪いの？あ、そうか。みーちゃん、綿流しの練習だよ。そうですわよ。今度の日曜日ですもの。リクは猛特訓中なのですわよ。最近は頑張りすぎて、お腕が痛いのです。そっか。じゃあ仕方ないな。全員揃わないなら仕方ない。今日は各人のんびりしようかね。ごめんなさいなのです。でも頑張りますですよ。うん、頑張ってね。レナたちも応援してるからね。一体何なんだ？リカちゃんは何か大会前とかで特訓をしてるのか？リカちゃんは綿流しの巫女さんだから奉納の演舞をすることになっててね、その練習なの。順を追って説明してくれ。まず綿流しって何だ？次に巫女さんって何だ？最後に奉納演舞って何だ？あれ？ケイちゃん家には回覧板とか行ってない？書いてなかった？今度の日曜に綿流しのお祭りがあるって。綿流しはね、毎年6月の日曜日に
神社でやるお祭りなの。とってもにぎわうんだよ。なるほどな。しかし綿流しってのは変わった名称だな。あれか、灯籠流しみたいに何かを供養して川に流すのか。お、さすがはケイちゃん、察しがいいね。綿流しはね、名前の通り綿を流すんだよ。綿ってのはね、お布団や斑点なんかの綿のことなの。だからお布団の供養になるのかな。祭壇にもお布団を積み上げているし。ご先祖様とか戦没者とか針とか包丁とかの供養ってのは聞いたことあるけど、布団の供養ってのは初耳だな。どんな言われがあるんだ。言われなんてほど難しいのはないと思うな。この辺って冬の寒さはかなり厳しいからね。布団とか斑点とかの防寒具を特に大切にしたからじゃないかな。ああ、なるほどな。つまり冬の間お世話になった布団に感謝しようってわけだ。で、巫女さんが供養をして最後に川に流すわけか。それが綿流しってわけだろ。でね、でね、その供養をする巫女さんの役がリカちゃんなの。へえ、リカちゃんが巫女なんだ。言われてみればリカちゃんってどことなく神秘的な雰囲気あるよな。だよね、だよね。リカちゃんの巫女さん姿ってね、はう、かわいいんだよ。ようやく話が見えてきたぞ。リカちゃんの言う特訓ってのはこの巫女さん役の練習なわけだな。そういうこと。巫女さんが布団をお祓いする一連のセレモニーを奉納演舞って呼ぶんだけどね、それの練習なんだよ。結構大変なんだな、これが。巫女さんはね、祭事用の大きなクワを持って演舞をするんだけど、それがね、リカちゃんにはすっごく重いらしいの。リカちゃんってちっちゃいもんな。その重いクワってどのくらい重いんだ。かなり重いらしいよ。リカちゃんは餅つき用のキネで練習してるくらいだから。祭事用の神聖なクワだからね、間違って落としちゃったら大変らしいし。まあ、年に一度のお勤めだからね、私たちは陰ながら応援するしかないね。大丈夫、去年もちゃんとやり遂げたんだから。そっか、じゃあさ、せめて応援してやろうぜ。それくらいならいいだろう。ほっといてあげなよ。ケイちゃんが来たらリカちゃんは可愛くなっちゃうから特訓ができなくなるよ。リカちゃんはね、努力とかそういうのを人に見せるのが好きじゃないのね。そっとしておいてあげて。俺にできるのは成功を祈ることだけってことか。頑張れ、フルデリカ、応援してるから。フレーフレーリカちゃん、さらに応援の念波を高めるため、これより瞑想状態に入る。結局寝るわけか。
さすがに食いすぎた。午後の授業は答える。ケイチくん、今日はなんだかすごい食欲だったもんね。基本的にいつも大食いだけどさ、今日はなんか格別だったね。昨日は俺昼飯抜きだったろ。そのひもじさが染みついちゃってさ、今度は逆にいくら食っても食欲が底なしっていうか。わかるよわかるよ。しかしケイちゃんってさ、いつもお弁当きれいに食べるよね。ご飯一粒も残さないっていうか。食べ物ってのは作ってくれた人に感謝して食べるもんだぜ。残したら苦労して作ってくれた人に失礼だろ。ケイちゃんってさ、パッと見ワイルドでいい加減そうなんだけど、結構律儀だよね。しつけがいいというか。あ、うん、それはレナも思うな、思うな。ケイチくんって見かけよりずっと優しい人だよ。そんなことないって。見かけと中身は大違いって、そう言いたいんだよ。それが褒めてねって言ってんだよ。こら、園崎さん、前原くん、授業中ですよ。園崎さんはどこまで進みましたか？ノートを持ってきてください。まあそこそこに。さっきから全然進んでないじゃないですか。最上級生なんだからもっとしっかりしないといけませんよ。人は見かけによらないっていうことだね。むしろ見かけとは逆がまことかもしれないよ。面白いこと言うじゃねえか。あの生意気盛りの里子も実は見かけとは逆にすげえ塩らしいってのかよ。最近はあんな感じだけど、ちょっと前までは違ったんだよ。すごい甘えん坊でいつも、サトコちゃんには内緒ね。あのサトコが甘えん坊？おい、サトコ。何ですの、お兄様。お兄様、なんで逃げますの。すまん、サトコ。お前が愛想笑いして近づいてくると、何かの罠のような気がするんだよ。ごめん、別に悪気があったわけじゃないんだ。あかかりましたわね。続けていきますわよ。
よくわかんないけど、ケイチ君、今すっごく突拍子もない想像してなかった？いや、別に。全然してないぞ。嘘だ。トゲ付き鉄球に潰されるって顔してたよ。すまん。潮らしい里子の想像ってのはかなり無理がある。今度体調がいい時に再トライしてみるよ。ごめんごめん。じゃあリカちゃんはどうだよ。あれも見かけによらないってのかよ。確かにリカちゃんはただ可愛いだけじゃない気がするな。確かに見かけによらないぞ。美人になって男の人を振り回す小悪魔のような女性になるんじゃないかなって思うんだ。そういうのかっこよくない？レナ、話話。じゃあなんだよ。あのミオンも見かけによらず、実はいいやつだって言いたいのかよ。ちゃんはいい人だよ。あ、まあそりゃそうだけどさ、そういう意味じゃなくて、そのケイチくんの言いたい意味。うんうん、わかるよ。わかるって何がだよ。みーちゃんって不思議でしょ。女の子なんだけど男の子みたいっていうか。あいつが男だったらきっと意気投合するだろうな。で、そりゃ今と同じか。でもね、そんなみーちゃんも本当はすっごく女の子らしいんだよ。レナ、お前ミオンにいくらもらったんだよ。違うの。もうちゃんとした話をしてるんだよ。だよ、兄ちゃんは部活の部長さんだからみんなのリーダーとして頑張ってるけど、本当はとっても可愛い女の子なんだよ。それ特にケイチ君には忘れてほしくないの。多分ケイチ君には想像つかないと思うな。思うな。
チェ。おじさんはね、人生に必要な勉強は小学校までで十分だと思ってんだよ。そうだね、頑張らないと。じゃあさ、レナもってことか。え、何がかな。人は見かけによらないって話、レナもってことになるのか。え、ケイチ君にはレナのことどう見えるかな、かな。本当に？本当に？だったら、嬉しいかな。逆なのだとしたら？おぉ。レナは？うん。レナは？逆になっても、レナだよ。だろ？ずるいな、ケイチ君。そんな言い方されちゃったら気になっちゃうよ、ハオ。レナ、ケイちゃん、帰ろ。どうしたの、ケイちゃん。いつも持ってるはずのうちの鍵がないんだよ。参ったな。どこにやっちゃったかな。親はいるから今日はいいけど、まずいよな。それは困るね。忘れてきたの？それとも落としちゃったのかな？ケイちゃん、その鍵の特徴は？うん、キーホルダーがついてる。昔夏休みの宿題で作らされたやつで、青いオットセイなんだよ。あれ？目をつぶった感じでお昼寝してるみたいなやつ？お、なんで知ってるんだよ。そうそう、それだよ。さ、おとといケイちゃん、エンジェルモートに食事に行ったでしょ。その晩さ、お店で鍵の落とし物があったんだよ。それにオットセイのキーホルダーがついてた。あの時に落としちゃったのか。でも見つかってよかったね。お店がきっと預かってくれてるよ。そうだね。行ってみなよ。シオンの顔、私と同じだからわかるでしょ。そうだな。エンジェルモートだっけ？シオンの店に行って鍵を返してもらって、ついでにお茶でも飲んで優雅に過ごすってのも悪くないな。なんだか英国紳士みたいだね。ケイちゃんには似合わないかも。
ひょっとしてそのお店かな？みーちゃんの妹の働いてるお店は。ああ、なんならレナも一緒に行くか。ちょっと残念だけど、今日はお父さんと約束があるから、またの機会にするね。双子だそうだけど、そんなにそっくりなのかな？間違えるくらい？ああ、そっくりだ。外見だけはそっくりだ。中身はミオンと違って、おしとやかで実に可愛らしいのにな。やば。に済んだの野郎。とろけてっちゃねえ！どうしたな！すみません。ついついじゃねえだろ！蹴ったねえかよ、ボケ！チキショー、塗装剥げたじゃねえかよ。終われ、セガンシタナイスでつもりじゃ。悪いんはてめえなんざぞ、こんなら。
黙ってんだこら、シャッソーら。やかましいよクソボケどもが、私の目の黒いうちにうせな。んだてめえ、もう一度だけ言うよ、ケイちゃん離してとっとと失せな。んだこの女が、危ないから早く。なんだこいつら。どうもら、知らんかこら。はい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 、どうしたのかな、どうしたのかな。あ、おまわりさん、いいところに来ました。恐喝の現行犯です。捕まえてください。んだこれ、
気が悪いんだろ。わかったからわかったから、ちょっとおいで。いいからいいから。んだい、話せよ。俺らが被害者なんだよ。聞いてんのか畜生。大丈夫ですか？お怪我ありませんか？いえ、別に。それは不幸中の幸いでした。では、良いお年を。市民の皆さんの迅速な通報に感謝します。住民の皆さんの連帯のおかげで今日も町の平穏が保たれています。素晴らしいことです。お仕事ご苦労様です、大石刑事殿。住民を代表して日頃の公務に感謝いたします。一課の刑事がわざわざこんなところまでおいでくださるとは、光栄の極みです。偶然ですよ。県警の帰り道に無線連絡が入りましてね。寄り道したわけです。お仕事頑張ってください。今後のご活躍を切に祈っております。いえいえ。でも、怪我人が出なくて本当に良かったです。大石さん！オーケーっす！行きましょう！ではでは、良いお年を。失礼。道を開けてもらえますかな。おっしゃ、一丁上がりだね。おととい来やがれっての。大丈夫かい、前原の坊や。今度からは喧嘩は相手を選んでやりな。別に喧嘩ってわけじゃ。怪我とかしてない？頭とかぶつけてるならレントゲンを取っておいた方がいいわよ。たまたま駅前で人通りの多い時間だったからこれだけ集まれたけど、次からは気をつけるんだよ。最近の町もんは物騒なんだから。はぁ、あ、まったく。いやいや、ケイちゃんもやるじゃない。でも私も相手を選んだ方がいいと思いますけどね。サンキューな、ミオ。助かったよ。だから私、シオン。お姉に聞いてますよ。オットセイの鍵、あれケイちゃんのですって？あ、うん、そうだった。これからお店に行こうとしてたんだった。それで浮かれてて
あんな変なのに絡まれちゃってたんですか？まあ、その、ついてなかったよ。でも、シオンのおかげで助かった。お礼はいらないですよ。だから、ケイちゃんも他の人がいじめられてるのを見つけたら、きっと助けてあげてください。私たち、そういうのをとても大切にするから。お店来ますよね。疲れちゃっただろうから一服しません？おごりますよ。これ、おごりのアイスコーヒー。レジでこのチケット渡せば無料になりますからね。でも本当にさ、さっきのは助かったよ。シオンが本当に頼もしく見えた。私だって怖かったですよ。でも他ならぬケイちゃんのピンチだし、勇気出して頑張りましたってことです。シオン、本当にありがとうな。ほらほら、もう元気出してくださいよ。もしも恩義を感じるなら、今度はケイちゃんが他の誰かのために戦ってくださいね。例えば私がピンチになったら、きっと助けに来てくださいよ。ああもちろんだ。約束する。絶対ですからね。ピンチになったらケイちゃんが助けに来てくれるのか。早くピンチにならないかな。あ、やっと笑ってくれた。元気のないケイちゃんなんて偽物もいいとこです。ほら笑って笑って。くすぐったいってば。やめ。元気出たらお腹とか空いてこないです？私お腹空いちゃいましたから、ホットケーキとか食べたいんですけど、ケイちゃんも食べます？うまいんだろうな。俺ホットケーキはかなりうるさいぜ。安心してください。うちのホットケーキはかなり評判いいですから。おいおい、そういえばシオン、今バイト中じゃないのか？俺とずっと話をして油売ってていいのかよ。おじさんにね、私が不良に絡まれてるところをケイちゃんが助けてくれたって言ったら、ねぎらってあげろって。だから店長公認で OK です。それ事実と正反対だぞ。いいのかな？全然いいのです。
ケイちゃんってお姉のことを女だと思ってないでしょう。そんなことはないよ。男だったら容赦なくどつき倒してる。ケイちゃんとお姉が仲がいいのってそういうノンセクシャルな関係にあると思うんです。それってなかなかできない羨ましい関係ですよ。言ってる意味がよくわかんないが、まあ確かに女にしとくにはもったいないやつだよな。あ、ケイちゃん、それ男女差別ですよ。例えばですよ。聞いてます？ああ、ごめん。うん、聞いてるよ。例えばですよ。私とお姉が共にピンチで、うん、崖にぶら下がってるとします。ケイちゃんはどっちを助けます？どっちか一人だけですよ。嫌な問題だな。どっちも助けたいけど、それじゃダメなんだろ？ダメです。シオンかミオンのどっちかだけです。どっちですか？お姉じゃないですよね。つまりそういうことなんですよ。お姉はそのつまり、あれ？すみません、なんか自分で言ってて破綻しちゃいました。それよりもさっきのあれ、驚きましたか？みんながどんどん集まってきて。そりゃ驚いたよ。レナやサトコが駆けつけてくれるならともかく、あんなに老若男女がいろいろと集まってくるんだからな。あれ全部雛見沢の人なんだろ？ええ、そうです。雛見沢の人はみんな結束してるんですよ。一人の敵は全員の敵。日和見なんか誰もしません。結構頼もしい住民性なんですよ。誰かがいじめられたらみんなで結束してやっつけるわけか。なんだかマフィアとかヤクザみたいな結束だな。そんなこと言っちゃダメですよ。とてもありがたいことなんですから。ケイちゃんもそれに助けられたんですよ。感謝の気持ちを忘れないように。雛見沢の人たちって本当に仲が良くて結束してるんだな。昔からの伝統かな。雛見沢って昔からいろいろと敗走の危機に遭うんですよね。その度に結束して戦って存続を勝ち取ってきたっていう歴史があるんですよ。例えばケイちゃん、雛見沢ダム計画って知ってます？
10年くらい前にね、突然ここにダムができて雛見沢が丸ごと水没するって話になったんですよ。あ、そんな話親父かなんかに聞いたことがあるような。でもそれって確か中止になったんだろ。中止にさせたんですよ、みんなで団結して。だからこれは戦って勝ち取った勝利なんです。ダムの話そのものは私が生まれる前からあったらしいんです。最初は候補地調査とか砂防のための小さいダムとか、そんな程度の話だったんですよ。土地の買収なんていうお金の問題のうちは可愛かったんです。そのうち土地の強制収用をちらつかせるようになりましてね。その頃からです。機動隊とかの暴力行為が目立ち始めたのは。機動隊って警察だろ。暴力行為なんてするのかよ。殴りますよ、蹴りますよ。私も殴られたことありますし。この辺だったかな。皮が切れちゃったみたいで血がすごい出ました。警察とかには？うちのバッチャ、烈火のごとく怒り狂いましてね。それからがすごかった。もう全面戦争ですよ。こっちも座り込みで訴えるなんて、生っちょろいことなんかしません。ガンガン攻めました。私たちにできることなら何でもしました。村全部が一丸になって戦ったんです。あの時は必死だったけど、終わった今となってはいい思い出かな。村人たちの連帯感や団結心は今でも消えていないんです。そういう連帯感っていいよな。なかなかないことだよ。世代を超えて地域で団結できるなんて。私もそう思います。ダム計画は試練だったけど、それを乗り越えて得たものはとても大きいと思いますよ。
ケイちゃんは反対運動の時ひなみざわにいなかったから村人たちの連帯感を実感できないかもしれないけど、みんなにはあるの。しっかりと。それはたとえ引っ越してきたばかりのケイちゃんに対してもね。園崎さん、店長がホール入ってほしいそうです。あ、はい、今入ります。すみません、もう仕事しないとまずいみたいです。いいよいいよ、付き合ってくれてありがとな。楽しかったよ。帰っちゃいます？まあな、飯の時間には戻らないとお袋がうるさいし。はい、これこのチケットで払えばホットケーキ代も大丈夫ですから。便利でしょ？お給料の他にもらえるボーナスチケットなんですよ。え、いいよ。ホットケーキ代くらい払えるよ。おやおや、遠慮するなんてケイちゃんらしくないですよ。私がお姉だったら喜んでおごられるくせに。レジ入ってください。あ、はい、今すぐ。あ、ミオン、今日は本当にありがとうな。この恩は忘れないよ。そう思うならきっと返してください。楽しみにしてますから。バカバカ、東京タワーの方が高いに決まってるだろう。あー、ケイチ、園崎さんから電話よ。はいよ。園崎？ミオンか。もしもし、今から部活の野戦ってのは却下だぞ。え、じゃなくて、その…ごめん、
ひょっとして、ミオンじゃなくて、シオンか？そうです。どうも、こんばんは。夜分遅くにすみません。いや、別にいいよ。それより、何の用だい？ケイちゃんは、ケーキとかデザートとか、甘いものは好きですか？なら良かったです。実はですね、夏の新デザートコンテストってのがありまして。エンジェルモートのデザートは、かなり評判いいんですよ。モニターの募集もかなり倍率高いんです。それで単刀直入な話、じゃーん。じゃーんと言われても見えないからわからないけど、ひょっとして。そうです、そのモニターチケットがここにあるってわけです。もしも甘いものが嫌いじゃないなら、いかがですか？いかがですかって、つまりなんだよ。そのチケットで俺が新デザートを食い放題と、そういうわけなのか？OK なら、モニター当選者の末番に名前を書いておきますね。明日お店に来たら、係の者に名前を言ってください。それで万事 OK ですから。万事 OK って、それで、食べ放題なのか？無料なのか？ええ、無料です。結構ありますから、お腹を空かせてくることをお勧めします。はいはい。ケイちゃんの考えてることは分かってますよ。こんな美味しい話があるわけないって思ってるんでしょ？ギク。いや、そんなことは全然。お姉から聞いてますけど、つくづく嘘のつけない人なんですね。私、そういうの嫌いじゃないです。心ってわけじゃないんですけど、実は私、明日はちょっとバイトしたらすぐに終わりなんです。もしもご迷惑じゃなかったら、その後ちょっとご一緒してもらってもいいかなって思いまして。へえ、明日のバイトはすぐ終わっちゃうんだ。はい、だからケイちゃんがデザート食べながらのんびりしてるうちに終わっちゃうんです。まあ俺も特に用事はないし、多少付き合うくらいなら構わないよ。別にどこかに行くわけでもないです。夕涼みしながらお散歩でもできたらなって思ってるだけですから。そういえば、ケイちゃんと私ってなんだか毎日会ってますよね。言われてみればそうだな。でも OK してもらえたおかげで、また明日も会える口実を作ることができました。ケイちゃん、なんだか声が裏返ってます。どうしたんでしょうね。じゃあ明日、きっと来てくださいね。それじゃあこれで失礼します。おやすみなさい。あ、おやすみ。俺、シオンに世話になってばかりだよな。